735系電車は、北海道旅客鉄道が2010年に導入した、交流通勤系電車である。軽量化や、メンテナンスコストの低減などをメリットに、日本の鉄道事業者で、採用事例が増加している、アルミニウム合金製車両の導入を検討するに、あたり、日本では、導入事例のない国間例値での各種適正を、確認するため、JR 北海道が導入した、 試作車両である。2010年に3両編成2本が製造された。同社が1996年から導入しているオールステンレス製の通勤系731、軽電車の各部仕様を基本として設計された。将来的に予定される車両を取り替えや、電革間拡大も考慮した広範な運用体系の構築を起とし、 従来系列の721系電車や731系との並結運用を可能として、汎用性を確保しつつ、バリアフリー対応のための低床構造、氷雪対策の強化、全電気ブレーキなど、設計時点で標準化しつつある仕様を各部に採用している。2010年度2011年度の2期にわたって、函館本線、千歳線など、 札幌都市圏を中心に、寒冷環境下での車両への所影響を調査分析する各種走行試験を実施した。その後、2012年5月1日から営業運転を開始し、同年6月1日からは一部区間が電化された、殺傷線へも乗り入れるようになった。 本形式の車体構造は2年間の試運転を経て問題がないことは確認されたもののアルミニウム合金製車体の本格的な導入については長期的に運用した上で検討する方向性となりその後の増備は実績のあるステインレス車体を用いた7 3 3系で行われているアルミニウム合金押し出し方材を用いたダブルスキン構造の構え体を用い 制御車、区派735系の前頭部の未構成である。客用扉は、開口幅 1150mm のステンレス製、片開き扉を、側面3箇所に設け、客室窓は、扉間に2枚の大型窓を設ける。前頭部は乗務員保護対策として、衝撃吸収構造を採用し、正面中央部が突出した形状を持つ。 構えたい素材を除き、これらは731系と同一の基本構成であるが、本系列では、車体傾斜装置の搭載を考慮していないことから、車体断面形状が変更され、腰板上縁客室総加端部から幕板部に、かけての上すぼまり台形形状を排して、側面上部を垂直配置としている。 氷雪対策として、床下機器を防護する、機器カバーを各車床下に設け、車端部直下には、防雪カバーを設ける。電動車、モハ735型では、車内端部に、雪切れ室を設け、機器類を冷却する外気を雪切れ室経由で導入し、氷雪の侵入を防止する。プラットホームとの段差を縮小するため、 床面高さは7 3 1系の1 1 5 0ト、mm、ルから1 0 0、mm、トル低い1 0メートルまで下げられ、出入り口はステップを廃した全面平床とされた。ただし、床面高さが高い7 3 1系や7 2 1系と並結して使用するため、7 3 3系の運転台通路部分にはスロープが設けられているのに対し 735K には、 段差がある。正面窓、側面窓は、陶器の氷雪落下による破損対策として、ポリカーボネート板を多用する。客室窓は 8mm 厚の PC 板 4mm 厚の強化ガラス板を空気層を挟んで、設置する、複層構造で、客用扉窓は 8mm 厚の PC 端板、正面の助手席窓と、貫通扉窓には表面に、 導電発熱体操を付加した発熱 PC 板を用いている。全面上部の種別表示器、側面の行き先表示器は 731K の膜式から LED 式に変更されている。731K と並結した 735K。車体の上半分がすぼまっている 731K に対し、 735K の車体上半分は垂直になっている。車体の外部塗色は正面中央左右に萌え着色の横帯を正面窓周囲、側窓間の窓柱に黒色を配する。車体側面は帯などがないシルバーメタリックの単色となっており、これが本形式を 731K や 733K と見分ける際の大きな特徴である。 車両内部座席配置は全車ともロングシートで、出入口と客室等を仕切る仕切り扉は設けず、座席端部に大型の袖仕切りを装備する。これは7 3 1系と同様の室内配置であるが、本系列では、出入口隣接部の跳ね上げ下式収納座席を廃止して固定座席を増設し、大型袖仕切りの設置位置も変更している。 室内管理対策として、大型袖仕切りのほか、出入り口の上と横から音符を送り込み冷気を遮断する、エアカーテン、ボタン開閉式の半自動ドアを装備する。ボタンは 731K とは異なり、後の 733K と同じ仕様になっている。客室と運転室の間に設けられた段差、黄色の塗装とステッカーで注意喚起を行っている。 運転席バリアフリー対応として、車椅子対応の大型トイレ、車椅子スペースを設置する。ステップをなくした出入り口は、扉内張りと周辺部を黄色として、注意喚起を図り、付帯設備として7 3 1系と同様の、ドアチャイムと、車内案内表示装置のほか、客用扉開閉に連動して点滅する、開閉表示灯を、出入り工場部に新たに装備する。 主変換装置は、スイッチング素子に、イグブトを用い、3レベル、変調単相電圧型 PWM コンバータと2、レベル変調参照、電圧型 PWM インバータとの構成で、VVVF インバータ制御を行う NCI735 系である。一群の主変換装置で2機の主電動機を制御する、1C2M 方式で、 代謝単位で個別に制御が可能な独立二軍構成である。砂場回路の廃止、フィルタコンデンサの乾式化など、小型化、軽量化が図られた。主変圧器は、自然通気で冷却する、走行風事例式の NTM735、暗型で、冷却用の送風機を省略して静粛性と、保守性等を向上している。これら主回路を構成する装置群は、 電動車、七百735型に集中装備され、各機器は低消化に伴う床下偽装空間の強消化に対応し、筐体高さを縮小するなど小型化がなされている。ブレーキ装置の制御方式は、一般的な電気指令式で、遅れ込め制御機能を持つ。四回路に付加される回線ブレーキは、列車停止までの全速度域で有効な全電気ブレーキを搭載する。 台車は、低床車体に対応した、新形式の軽量ボルスタレス台車 m d t 7 3 5系、NTR735 型で、軸ン波を併設した軸量式の軸箱指示機構、溶ン波の設置、特殊中鉄セーリングを実装した踏みずら両抱き式の基礎ブレーキ装置など、7 3 1系以降の JR 北海道旅客車両が後半に装備する、 台車形式群と同一の基本構造を有する。本系列の台車は車体を低い位置で支持するため、台車側両中央部の高さを下げて、枕羽根の実装空間を確保し、8 1 0ト、mm、ル系の小型車輪も併用して低昇化を図っている。電動車の模ハ735型が装備する。 動力台車 NDT735 型は、主電動機 NMT735 型を一台車に2機、搭載する。731系以降の JR 北海道の、電車に、汎用的に用いられるカゴ形参照、誘導電動機 NMT731 型と、基本仕様を同じくするもので、床下空間の強小化に対応し、配線取り出し位置を変更している。 主電動機から臨軸への動力伝達は、保守性と静粛性を利点とする TD 平行、カルダン駆動方式を採用する。721系、電車、731系、電車、733系電車と並列運転が可能な仕様で、2編成並列の最大6両まで蘇生可能である。キハ201系機動車との協調運転には、 対応せず、同系列との並結はできない。札幌運転所にて公開中の735系、電車2010年3月に3両編成2本が札幌運転所に配置され、札幌都市圏及びその周辺地区を中心としたいかの区間で運用されている。かつては、区間快速、石狩ライナーとしての運用もあったが、2020年3月14日、 ダイヤ改正で廃止された。運用は、基本的に7系、7 2 1系7 3 1系7 3 3系と共通で、それぞれと並結した6両編成で運用されることも、ある。なお、新千歳空港駅には、早朝の普通列車のみ乗り入れる。ありがとうございます。